ファビオカ・ペッロは、イタリア・フリューリ・ベネツィア・ジュリア・シュー・サン・カンツィアン・ディゾンツォ、出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時には、エース・ローマ、ユベントス、AC ・ミランに在籍し、イタリア代表としても活躍した。引退後は、フルスノ・ミラン、ローマ、ユベントスで監督を務め、それぞれをリーグ優勝に導いた。また、二度にわたって、 スペインのレアル・マドリードの指揮官に就任し、在任2シーズンで2度のリーグ制覇を達成した。その後、イングランド代表、ロシア代表監督を歴任。選手時代のカペッロ1964年に、スポール1907で選手キャリアをスタート。1967年にエースローマへ移籍すると、1969年のコパイタリア制覇に貢献し、 自身初となるタイトルを獲得をした。この活躍により、競合ユーベントスへ移籍、同クラブでは1976年まで7シーズン、在籍し、3度のスクレット獲得に貢献した。その後、1976から77シーズンから AC ミランへ移籍すると、1978から79シーズンに、自身4度目となる、スクレット獲得に貢献。 このシーズンを最後に現役を引退した。イタリア代表としても 1974FIFA フフワールドカップ西ドイツ大会をはじめ32試合出場8得点を記録した。彼の選手生活におけるハイライトの一つは1973年11月14日にウェンブリースタジアムで行われたイングランドとの試合である。 カペッロのゴールでイタリアはイングランドを1-0で下し、アウェイにおける、イングランド戦での初勝利を記録した。AC ミラン監督時代のカペロ引退後は、イタリアのテレビ局で、サッカー解説者を務めていたが、1986から1987、シーズンの途中に、AC ミランの監督に就任。シーズン終了まで5試合の指揮をとり、翌シーズンから、 アリゴさっきにバトンをつないだ。それから4年後の1991年、さっきの公認として、再び AC ミランの監督に就任する。数多くのスーパースターを抱え、グランデミランや、リンビーチービリと呼ばれた、当時のミランをまとめ上げ、セリエでは1991から92、シーズンの無敗優勝を含め5年間で4度のスクレットを獲得。 UEFA チャンピオンズリーグでは1992から93シーズンから3期連続で決勝に進出し、特に1993から94シーズンには、ヨハンクライフ率いるバルセロナを決勝で4-0という大差で下し優勝するなど、監督としての地位と評価を確立した。1996年には、レアルマドリードの監督に就任。 就任初年度でリーグ優勝を果たすも、堅固な守備を第一とするカペッロの戦術は、攻撃的なサッカーを求めるレアルのサポーターから批判を浴び、わずか1年で退任。3度、AC ミランの監督に就任するも、1シーズンで退任した。1999年に AS ローマの監督に就任。2000から01シーズンに、 ローマに18年ぶりのリーグ優勝をもたらし、二度の二位という実績を残す。2004から05シーズンからはユベントスへ電撃一席。ここでも手腕を発揮し、就任初年度にリーグ優勝を達成した。その後、2年連続でセリエ A 優勝を達成するも、2005から06シーズンのカルチョスキャンダルによるチームのセリエ B 降格と同時に、 監督の座を退いた。2006年から、レアルマドリードの監督に復帰。序盤はもたついたものの、終盤にはチームを立て直し、奇跡の逆転劇の末、銀河系軍団と呼ばれながらも迷走していた、レアルマドリードに4シーズンぶりのリーガータイトルを持たす。シーズン終了後、選手たちは、監督続投を希望したが、6月28日に一度目の、 解任時と同様の理由で監督解任が発表された。レアル・マドリードを就任初年度に優勝させ直後にクラブを去るのはこれで二度目となった。カペロ自身はインタビューの中でもう一度レアルから監督就任の話が来ても行くことはないだろうと語っている。イングランド代表監督時代のカペロを2007年。 ユーロ2008の予選から敗退した責任で前任のスティーブ・マクラーレンが解雇された後でイングランド代表監督の座に興味を示し自ら進んでアピール。12月15日に正式に監督就任が決定した。2008年1月7日からの4年半の契約となった。 カペッロはイングランド代表監督という仕事は私のサッカー人生の集大成と語っている。迎えた 2010FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選では圧倒的な強さで予選を突破し本大会出場を決めた。しかし 2010FIFA フフワールドカップ本大会では初戦から低調なパフォーマンスに始まりグループリーグを 過労死でて突破したものの決勝トーナメント1回戦のドイツ戦ではフランクランパードのゴールが認められない誤審もあり4から1で大敗した大会後は解任の噂もあったが UEFA ユーロ2 0 1 2出場を目指して続投が決まった2012年2月8日イングランドサッカー協会が自らの同意を得ずにジョンテリーを キャプテンから外したことにことを唱えて、ユーロ2012を前にして、代表監督を辞任した。2012年7月26日、ロシア代表監督に就任。2015年7月14日に退任した。2017年6月11日、中国サッカースーパーリーグ、高素ソネアシダマクラブの監督就任が発表された。 2018年3月28日に退任した。守備的な婦人王式堅実な戦術で試合を運ぶスタイルを好む。カテナチオの第一人者であるネレオロッコから影響を受けており、現代においてその精神を受け継ぐ監督である。彼の率いるチームは安定した成績を残しており、連敗と失点の少なさ、本拠地での圧倒的な、 強さと敵地でのしたたかな戦い方も特徴の一つ。就任した先々でタイトルを獲得することから優勝受け追い人の異名を持つ。しかし、結果主義の強いやり方を批判する人物も多い。その代表的な人物にスペインのジャーナリストヘスススワレスがいる。純粋かつ激しい競争のもとでの選手の質の向上を謳っており、年齢や 実績の差を基準とするヒエラルキーを自身のチーム内に置かないことで知られる。曰く、私のチームで先発を勝ち取る条件とは、ただ一つ。それは公的手を圧倒する、モチベーション、それ以外にないと語っている。チームに絶対欲しい選手のタイプを問われた際は、自らを常に犠牲にできるもの、試合はもちろん、普段の練習から全力を尽くすもの。 何よりもタフな精神力を持つ者。真っ先に浮かぶのは、エメルソンと答えている。規律に厳しく、選手を完全な支配下に置いた上で采配を振る。過去には、不甲斐ないプレーをしているとして、過去の栄光でプレーしている連中とミランの選手を、批判し、一目置いていたマルセルで際に、私は君だけを残し、他の全員を放出すると言ったというエピソードがある。 これらは、パオロ・マルディーニにかなり批判されている。試合途中に投入した選手をわずか5分で下げたことが何度かあり、アドリアン・ムートゥやデアン・サビチェビッチがその被害者となった。一方で、悪道となだかかったズラタン・イブラヒモビッチや、アントニオ・カッサーノなどを起用し続け、問題も多かったがうまく、チームに、フィットさせた例もあるほか、 レギュラークラスの選手を複数確保し、シーズンを通して使い分けるという、現在では、競合クラブの常識となった、ターンオーバー制をはじめに確立した人物とされる。ありがとうございます。